年齢とともにもっと似合うおしゃれもあるはず。自分が毎日着るものを通じて、なんか今日の私いいな、そうだお出かけしよう、ワクワクする、そんなコーデを伝えたい。おしゃれ一番大事なの笑顔だね。よしやろう。金子敦子60歳です。普段着のおしゃれをテーマにして SNS とかあと本や雑誌の連載を通じておしゃれを発信しています。おしゃれはすごくね好きで、もうずっと若い頃から雑誌という雑誌読んできたと思う、いろんな雑誌読んで勉強して、いろんなおしゃれの本を読んで勉強してきたのにもかかわらず、50代になって何着ていいのか全然分かんないと思ったのよ、ね、若い時は何でも似合ったかもしれないし、だけれども年齢を重ねて突然今までとっても好きだった服が全く似合わないってこう現実的に感じるってすごくきついことだよね。一番自分がもうダメって思ったのは、デパートにおしゃれをして出かけていってエスカレーターのところの鏡を自分の姿を見てね、こんなの私じゃないって思ったの。こんな姿でデパートの中歩くのもう嫌だからお家に帰ろうって。その時ね、ああこのままじゃいけないって思った。ああもう年齢とともにもっと似合うおしゃれもあるはず。切り替えていこうっていうのを発信したいなと思った。最初はね、自分もブログを出すことでみんなにおしゃれを発信しようって真面目に思ってた。まだね、娘が指摘してくれまして、お母さんダサい。よくこのダサいのブログに出せるねって言われた時に、ってすごい実は衝撃だったんですよね。よくよく聞いてみたらすごく参考になる意見が多くて、でそれをブログに載せるようになりました。娘の評価がついた途端にブログが急上昇したんです。大人気になりました。全国からね、娘ちゃんに負けるな、とっても盛り上がりました。リベンジしていったんです。どんどん毎朝5時とか6時台バーッと外で撮ってきて、それを午前中のうちに上げて、午後からは看護師の仕事をしてたんです。楽しかった。何が楽しいって、娘との関係も楽しかったし、でもその時はもう夢中で、もう絶対撮っておしゃれになりたい、みんなに見せたい、その気持ちで一心。お料理は、ね、本当旦那さんが好きなのでお料理やってくれたり、洗濯は家族3人みんなかな。だしももう簡単に取っちゃう。適当。だいたい本当作り置きをたくさん冷蔵庫に準備しておいて、それを出すだけ。それでは、はい、皆さんいただきます。適当に作った方がいい、美味しいね。いつも通りの、まあ、いつもですから。うち家族で何だか知らないけど、出かけるときに見送る習慣があるんだよね。恥ずかしいけどね、その時になんかちらっと言ってくれるよね。ああまあ、あ今日いいねとか、いいね、そうだね、感想言ってくれるよね。確かに昨日全体見て、なんか今日派手で色使いすぎだよねって言ったら戻ってきたよね。帰るわって。娘はね、一番大切なアドバイザーかな。何につけてもよ、おしゃれじゃなくても。なんかこう自分が迷った時、本気でこう相談できる相手、どっか尊敬してるかもしれない。特にやっぱり関係性が変わったのはブログからなのは間違いないと思います。ブログで娘の言葉を聞いて、あ、私と同じ立場でこういろんなことを見ることができるんだ、
そこまで成長したんだって気がつきましたね。ブログ始めて、うん、あのなんかどうって聞かれるようになったから言いやすくはなったかもね、うん、し私の意見を多分あまり求めてなかったのに、うん、求めてくれたから言いやすくなったとは思うね、うん、一緒に出かけててさやっぱ、うん、かわいいお母さんだと嬉しいなとは思うな、うんうん、そっか嬉しいですね嬉しい行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。早い今日、よかったね。で、調整して。やっぱりね、色合いとかさ、全体の雰囲気を見るときに床に置くと分かりやすいんだよね。なんかね、まあ、すごいシンプルなんだけど、どっかこう揃ってるとなんかちょっとストライトおしゃれしてるなって感じがね出るかなって思ってるの。写真もいろんな角度から撮って確認するようにしてます。自分を知ることって一番大事じゃない、うん、自分が知らなかったらより良いおしゃれってできないと思うんだよね。自分がどこが良くないか分かったらそこをカバーするような服選べばいいわけじゃない。とにかくいつもこうふわっとこうニコニコしてるようにして、ニコニコしてるとさ、自分のこう元気も上がるし、免疫力も上がるっていうでしょ。だから、うん、いいことばっかり。移動は全部足。私東京都内みんな足です。ほぼ電車乗りません。それこそ東京駅でもどこでも歩いてく。歩くの大好きだもん。全然平気。こんにちは。こんにちは。どうしようかな、はい、リッツェルを4つ、うん、はい、寒くなったね今日ね。自分が毎日着るものを通じて、あ、なんか今日の私いいな、元気、そうだお出かけしよう、どこに行ってもなんか私今日いいな、街で鏡があってちょっと見てもあ、なんかいいな、ワクワクする、そんなコーデを伝えたい。そんな小さな幸せをもらえるような着方を目指してます。実はほんのちょっと前なんだけれども少し前、60枚ぐらいに一度私こう弾けてみたいって思ってね、いろいろやった時期もありました。ピンクのコートも買ったし、なんだろう、赤だったりいろんな華やかな色も身につけてみたいとか、もうちょっとシンプルとちょっと全然違う世界です。でもね、何ヶ月かそれやってみてすぐにね、とっても疲れてしまった。それって私にマッチしてるのかなって、私の暮らしとか私の生活にその洋服ってどうなんだろうって考えてる時に、あ、これは違うって自分で気づきました。おしゃれの目的が今とちょっと違って、やっぱりもっとみんなの中でもっと華やかにいたいなとか、洋服ももっとブランドで固めてた時期もあったし、もっとね自分以上に見せたいって間違いなく思ってたと思う。よく見せたいんだけど、それはねすごく華やかで目立つっていうよく見せ方じゃないのよ。60歳になってこれからの人生どうやって生きていこうかなって思った時に、自分の本当に好きなことだけ極めていきたいなと思ったらね、毎日穏やかに暮らしたいなと思った時、いつものこう普段着で動きやすい格好で行動する範囲、そこの範囲をこうキュッとしぼめてみたら、お洋服ってすごいすごい、なんだろう、普通でいいしシンプルでいいし選びやすくなったんですよ。そしたらね、そんなにおしゃれな服いらないなって思ったんだよね。より生き生き楽しむためのおしゃれをしたいって思ったの。おしゃれイコールその時の私そのものだと思うんだよね。その時の気持ちがそのまま服になって現れてるって思うわけ。
今の幸せは人との関わりを大切にしたい、それがより大きく大きな、なんだろう、人生の糧になるような、こう広がっていくように、そんな風な生き方をしたいなと思ってるんです。だからみんなとつながれるスタイル、おしゃれもそうじゃない、誰かと仲良くなれるおしゃれ、うん、親しみを持って見られるおしゃれ、そんなの目指したいなって思ってるの。